では8連敗中と相性が悪い阪神ですが、4回ノーアウト満塁のチャンスで広沢が犠牲フライを放ち先制。名古屋ドームで実に31イニング目にして今シーズン初の得点を挙げます。一方中日も5回の裏、ゴメスのタイムリーで追いつき、8回には両チーム1点ずつを取り合って2対2、このまま延長戦に突入です。迎えた延長10回の表、中日はノーアウト満塁のピンチに守護神ギャラードを投入。ワンアウトの後、続く今岡の打球はサードへ。ダブルプレーかと思われたこの当たりをなんと福留が後逸。結局このタイムリーエラーが決勝点となり、タイガース鬼門名古屋ドームでの連敗をストップ。中日戦は6年ぶりの4連勝です。立ち上がりは素晴らしいピッチングでした。ストレートも走り、そしてまた変化球も冴えていました。2回までパーフェクトでやります。先に点を取ったのはドラゴンでした。1対0。ところが3回、バンチは人が変わります。今岡に打たれ、そして矢野にも1、2塁間に打たれ、2塁1塁。決定的にバンチを狂わしてしまったのは福原との対決でした。ワンボーン合戦からバントの構えからバースター、デッドボール、これが狂わせてしまいました。ノーアウト満塁であります。バンチの頭はもう真っ白でした。そして1番の沖原を迎えます。ノーアウト満塁から押し出し、これで1対1の同点。さらに2番の赤星です。当たってます。ワンボールの線から2球目、ボールが高い、センター前、あっという間の逆転、2対1になります。さらに今日は3番に入っています若き浜中、これは前右中間、真っ二つ破ります。2人帰ります。4対1になります。さらにこの回、木山の犠牲フライで5対1。ドラゴンズの方はチャンスを作るんですけれども、福原を攻略することができませんで、6対3で9回の裏を迎えます。ピッチャーは成本、デッドボール。その後福留がこのところ当たってきました。左中間にツーベース、今日はホームランも打ってます。2、3塁あわよという感じでした。井端も犠牲フライで6対4になりますけれども、今日のドラゴンズはとにかくチャンスは作るんですけれども、ここ一発がないんです。結局最後は立浪がセカンドゴロに倒れまして、6対4で阪神が中日を下しまして、この3連戦勝ち越し。